皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます川田忠久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日も大変恐縮ではございますが、一人でやらさせていただきます。非常に暑い日が続いておりまして、というか気温自体は昨日まで低かったんですけども、やはり日差しが暑くて、今日もですね30度近くまでなっておりますんで、まあ、この格好でですねやらさせていただきますんで、ご容赦いただきたいと思います。今日はピックアップニュースを中心に皆様方にいろいろとお伝えをしたいと思っているところでございます。でチャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送でございます。常に皆様方と共に歩んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などから一切支援を受けておりません。北海道民国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しております。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながら、これからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。具体的なご支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者は広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。毎日月曜から金曜日まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします。広告はご不要という方も大歓迎です。また月々のご支援以外にも単発でのご支援も承っております。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは早速始めてまいりたいと思います。7月30日にですねお亡くなりになられました李登輝元台湾総統でございます。本当に心からお悔やみを申し上げます。97歳ということで、ですねお亡くなりになったわけでございますが、日本の統治時代ですね、台湾の出身の方で、22歳までは日本人だったということをですね、一生懸命いろんな講演の場面で私も2回ほど聞いたわけでございますがお話をされておりました。京都帝大をですねご卒業されているわけ、ご卒業といいますか学ばれているわけでございます。そして、日本のですね、日本軍のにも従軍をしましてですね、日本の守るために戦ったということもですね講演で述べていたことを思い出すところでもございます。お兄様も日本軍のですね将兵としてお亡くなりになられてですね、そして靖国神社に祀られているということも考えますと、私も講演でですね印象的なのが、本当に純日本人っていうふうに考えておりました。もう本当に、台湾の方ではありますけども、流暢な日本語でですね、いろんなことわざなどもですね交えながらですね本当にお話していることを考えますと、本当に当時の最高学府を出られた純日本人だなというふうに感じたところでもあります。台湾ですね、いろいろと非常に厳しい状況の中において、台湾の総統選挙っていうのを初めてやりましてですね、その時には中国大陸、中共政府からいろんな軍事的な、圧力といいますか、そういったのもあったわけでありますが、それを跳ねのけてですね、現在の台湾を作ったといっても私は過言ではないと思っております。私もですねこの講演の中で本当にいろいろと感銘した中においてですね、やはりこの李登輝総統はですね、元総統は、国民党にいる時にいろいろと頼まれるけども、私は常に台湾第一に考えるので個人的な頼みは聞かないんだということをお話になってました。本当に政治家としてもですね、もう洗練された方だなというふうに思っているところでございます。また特に北海道札幌においては台湾からの観光客の方がですね、非常に多いわけでございます。以前はですね一番多かったわけでございますが、今は2番目3番目という時は多いわけでございますが、
まあ、この台湾の皆さんがですね、北海道に来ていろいろと感銘を受けて、そして帰っていただいて、また口伝えてですね、北海道行きたいと言ってリピーターとして来る方も多いことを考えますと、まあ、これからの北海道と台湾もですね、さらなる友好関係を築いていくことが私は重要だと思っているところでもございます。まあ、今後もその視点から私もですね、市政の現場で台湾との交流のために頑張ってまいりたいと思っているところでございます。本当に心からご冥福をお祈り申し上げますとともに、これからも台湾と日本、そして北海道が発展するよう、私もできることを一生懸命頑張ってまいりたいと思います。ピックアップニュース2つ目であります。常々ですね、100年記念塔のお話をしてたわけでありますけども、この100年記念塔、まあ、今年はですね、道庁の予算として、まあ、解体の方向で予算付けされているわけでございますが、しかし、この100年記念塔は常々こちらで、ね、お話ししてますようにですね、まあ、道民の寄付、これ総工費の半分が道民の寄付なわけでございます。まあ、そういった思いを込めて作ったものを100年足らず、まあ、いわば50年でですね、100年も至ってない50年で壊してしまう、まあ、こういったことはおかしいではないかということで、疑問の観点からですね、皆様方にお伝えしていたところでございます。で、この100年記念塔について、先日ですね、この北海道100年記念塔の未来を考える会っていう、まあ、どちらかというと建築の専門家の方が有志で作っている会でございますけども、まあ、この方々が、まあ、中身も含めてですね、視察をして改めて検証したところであります。で、その検証した内容がですね、7月28日付の、まあ、実は北海道建設新聞というところがございまして、まあ、そこでですね、報道があったところでございます。それで、まあ、皆様方にも映像でお伝えしたかと思いますけども、まあ、外のですね、壁がまあ非常に劣化しているのではないかとか、まあ、そういったいろんなもろもろ要因で、このままでは危ないから解体をするんだというのが道庁のまあ、話なわけでございますけども、果たしてそれが本当なのかどうなのか、またメンテナンスそのものも考えた時に、しっかりとそういったことも今までなされてきたのかどうなのか、皆様方もご覧になったかと思いますが、私が映像で撮ったですね、案内板、100年記念塔の前に、まあ、約100メートルぐらい前にですね、手前にこの一帯を案内する案内板があるわけでありますけども、真っ白な案内板、もう一瞬ホワイトボードかなと思うぐらいですね、真っ白になっている案内板、そして外をまあですね、この木枠っていうんですかね、そのところもボロボロになっちゃっている、こういったことを考えればですね、一体これをこういうふうにしちゃったのはどういうことなんだと。これ多分1年2年でこうならないですよね。少なくとももう5、6年以上は何も手を加えるつもりもなかったと。少なくたって案内板そんなお金かからないと思いますよ。で、この案内板さえも全く直す気がないということは、すなわちもうこれは100年記念塔はもうそもそも解体するんだと、もう壊れていようが何をしようがもう解体するんだという結論ありきりでですね、動いていたのは間違いのないことではないんでしょうか。で、この専門家の会のですね、内部の視察の報告会っていうのが実は近くで行われたわけでございます。それで、この時のお話でよりますとですね、塔自体はもう健全で、要は内部の基礎はしっかりしておりまして、まあ、外板の錆もですね、これは劣化ではなくて熟成の証明であるということであります。番にもお伝えしたと思いますが、まあ、錆びても錆びても耐久性が増すような形でですね、作ってるんですよというお話はしたかと思います。で、この、まあ、コルンテル鋼板ですね、これ安定した錆の状態で100年以上持つと言われる優れた材料であるということでありまして、サビは劣化ではないというふうにですね、結論をつけたわけであります。ただ、
この外壁の部分を含めて落ちているであるとか、また部品も一部落ちてしまっているであるとか、まあ、こういった危険性があるんでということで北海道庁も話しているわけでございますけども、そもそもそのこの落ちたですね、例えば、13メートルの高さから落下されたと言われているんですね。この部品についても鉄製ではなく後付けされたステンレス材の水切り板であるということなんです。ということは適切な保守点検で、落下防止ができたにもかかわらずですね、そこがきちんと適切にメンテナンスがなされていなかったということなんではないでしょうか。で、例えば、釘であるとかそういったところのメンテナンスも、例えばこう錆びてくれば、ボルトを変えるであるとか、まあ、五重の塔じゃないわけですから釘を使わないで立ててるところじゃないんで、そういった釘とかボルトも使ってるわけですから、こういったところのメンテナンスもしっかりとなされていないということも考えると、実はこのメンテナンスでそのいわば9億ぐらい、この50年間でですねかけたと同調では話しているわけでございますけれども、しっかりとメンテナンスされているのかどうなのかということですよ。先ほど言った案内板の話も含めて考えてみれば、そもそもがやはり常々でこのチャンネル桜または桜北海道でも皆様方にお伝えしているように、この開拓というそのものがダメなんだということをあえて言わずして、これを解体することによって消し去ろうとする一環だとしたら本末転倒の話でございます。こういったことがですね、この専門家の会ですねで発表されたことを考えますと、やはりこれはモニュメントとしてこの開拓の歴史、これを検証してですね、この開拓100年を記念して100メートルの塔を建てたわけであります。でそれを50年で壊してしまう、安易にそこら辺の施設と同じようにですね、老朽化したから壊してしまう、まあ、こういったことはですねあってはならないというふうに思っているところでもございます。非常にですね、これ道庁はですねもう絶対これはなくなってもらわなければ困るんだと、開拓というものそのものはなくなってもらわなければ困るんだと、なんかですねわけもわからない感じで言ってるわけでありますけど、こういった検証を一つ一つしてですね、そして、やはりこの開拓 のですね、歴史を検証した100年記念塔は守ってまいりたいと思っております。熊本城なしの熊本や大阪城なしの大阪、名古屋城なしの名古屋って考えられないじゃないですか。やはりそこそこ大事に何百年もですね、歴史を経てきたのもいろいろと地域の皆さんがメンテナンスをしながらですね守ってきたわけであります。そのことによって、いわば地域の独自性、いわば誇り、その一つの目に見えるモニュメントとして、非常に大事にしてきたんじゃないでしょうか。また、伊勢神宮においてもですね20年に1回、遷宮ということで、まあ、いろいろと新しくするわけであります。他の神社さんでもそうであります。そして技術の継承もしていく、こういったことで、日本の伝統というものまたは文化というものを守り伝えてきたということを考えますと、これから北海道もやはり私たち道民がですねそのことを意識した形で守っていくという意識も、私は意識の向上も必要だと考えているところでもございます。その視点からもですね100年記念塔を守るべくこれからも活動してまいりたいと思いますし、ご覧になっている皆様方と共にですねいかにして守っていくか、このことも一緒に考えて行動してまいりたいと思います。ピックアップニュース3番目でございます。これはですね産経新聞のやっぱ独自スクープといいますか単独インタビューということで7月29日の産経新聞で一面に出ていた、記事でございます。北で日本人7人と接触ということで、トランプ大統領がですね迎え入れました、要するに北朝鮮で拘束をされていた、アメリカ人をですね、救出したという話がございました。まあ、その中のお一人でございますキム・ドンチョルさんですね、キム・ドンチョルさんの、
産経新聞の単独インタビューというのが一面に出ているわけでございます。で、このキム・ドンチョルさんですね、ドンチョル・キムさんというふうになっているのかな。でこの方なんですが、北朝鮮のですね、こう経済特区でありますラソンですね、この事業をしながら市の要職になったわけでありますけども、突如として、2015年にスパイ容疑で逮捕されてですね、で今解放されてアメリカにいるわけでございますが、もともとは韓国のソウル出身の元牧師でございまして、そしてアメリカに留学して市民権も得まして、で、一応牧師さんでございますから布教目的で、中国の朝鮮族 の奥さんと一緒に中国に渡った後、北朝鮮と何回も行き来をしながら、しているうちに2015年スパイ容疑で逮捕されたということであります。その、いろいろとですね、北朝鮮と行き来している中において、たくさんその日本人の方ともお会いしましたということで、たくさんと言いますか、日本人7人とも接触をしましたというお話でございました。で、その7人の方からですね、私たちと同じような境遇、要するに拉致をされた、この拉致をされたといっても騙されてきたっていう方が結構いたようでございまして、結果的に騙したわけですから、そういう意味では拉致ということでございますけども、そして同じような境遇の人が25名いますよという話もあったところでもございます。名前がですね、日本語もよくわからなかったのでということだったので、多分現地では朝鮮語で話したんだと思いますけども、名前自体は一つ一人は覚えてないようでございますが、そのような証言があったということで一面にございました。で、この北朝鮮と行き来している中においてですね、例えばその日本人と名乗る方と接触した時にどのような話だったかといったら、この日本人の、と接触している一人においてはですね、若い時に最高の待遇が受けられると誘い出されたんですね。そして、女性だったようでございますけど、騙されたことに気づいたわけではあるけども、だけど帰国できずにいるという方でありますとか、または、北朝鮮に連れ出されてですね、北朝鮮人と結婚して子供を設けて、で日本語教師や、船の修理などに就いた方もいらっしゃったと。で大体、年齢的にもう今では60代70代になっているということであります。1970年から80年に、騙されたあるとか、また無理やりもあったかもしれませんが、拉致をされた、日本人の方々とこのですね、ドンチョル・キムさんはですね、お会いをしたということであります。で、私が非常にこう注目をしているこの記事の内容としてはですね、この大阪、東京出身の方もですね、この北の、拉致をされた方に、多いという話でございます。で、例えば、若い頃朝鮮総連、在日日本朝鮮人総合連合会、この関連団体のある人のせいで北朝鮮に妄想を持ち、一度行ってみようと思ってですね、来たんだけども間違いだったと。今でこそ北朝鮮ってですね、もう誰もがもうひどい国だって分かってるわけでありますけども、ただかつて地上の楽園とか、これマスコミにも責任があると思いますが、そのように言われている時に、やはりこういった妄想をですね、抱かせるような、あの手この手を使った形で言葉巧みに連れ出されたっていう人もいらっしゃるんだろうなというふうに思っているところでもございます。あとはですね、こういった方々の中には、大きい船で来たと話す日本人もいます。番犬法語ですかね、日本語で言うと、この番犬法語に乗せられてきたんではないかなというふうに推定もされますし、さほど大きくない船で来たという方もいて、その時は一緒に外国人もいたと証言した方もいるようでございます。すなわちですね、この日本国内でのこの工作という中において、かなりこの朝鮮総連というのがですね、やっぱり暗躍していたということは、これ当然間違いのないことであって、いろんな関連団体とは言っておりますけども、
この朝鮮総連と一緒になってですね、いろんな政治活動をしている極左団体、反日団体も、まあ、今現在でも日本国内にあるわけでありますけれども、まあ、こういった人たちから言葉巧みに騙されたということなんじゃないでしょうか。で、そのことで考えますと、これですね、やっぱり気をつけなきゃいけないなと思います。例えば札幌市においてもですね、この朝鮮学校に対して毎年ですね、180万円、また他の名目も含めてですね、数百万円補助金として支出しているわけであります。で、私の議会の質疑で、明らかに札幌市としてはですね、この朝鮮総連と朝鮮学校は密接不可分な関係、いわば朝鮮総連の傘下に朝鮮学校があるという認識があるわけであります。その認識があるにもかかわらず、いまだに補助金を支出しているということはですね、すなわち今でもこれ拉致終わったなんていうのは言ってませんからね、北朝鮮は。ですから今でもこのようなあの手この手を使った形で、北朝鮮に対してシンパシーを抱くような工作活動している可能性ってあるんじゃないでしょうか。さすがにね、日本国内でいろんな報道がなされるようになりましたから、単純にかつてのように騙される人はいないと思いますけども、しかしながら、今在日朝鮮人を含めたこの北系の人たちが日本国内で活動しやすい環境を作っていることは間違いのないことであります。だってですね、皆さん札幌市民の皆さんの税金ですよ。これ北海道庁も出してますから、北海道民の税金です。また全国においてもですね、こういったところがあることを考えますと、朝鮮総連の傘下だってことの認識はあるわけであります。少なくとも札幌市議会で、私は議会で追及しましたから、札幌市はそのように回答しているわけであります。そういった傘下の関係の団体に補助金を支出していることを考えますと、やはりですね、この拉致事件っていうのは奥が深くて、確かに北朝鮮のこれ国家犯罪である、または我が国の主権の侵害であることは間違いないことでありますけども、しかしながら未だに日本国内にこの北朝鮮を支援する団体があって、そして北朝鮮に対してさまざまな形でのですね、支援する手立てがある。このことはですね、早期に解決、またはやめさせなければなりません。私はその意味で考えたときに、この拉致事件の解決そのものっていうのは我々ができることは限られております。まあ、こういった形で産経新聞が単独インタビューということで、北朝鮮に拘束をされていたアメリカ国籍のですね、方の証言っていうのが報道されているわけでございますけども、我々ができることとしては、今でも日本国内に暗躍するこの北朝鮮関連のですね、拉致事件に関わった犯人含めて、我が国に対する阻害行為をするいろんな関係団体、またはこれ政治や放送会、マスコミ会、こういったところにもですね、いろいろとあの手この手を使って暗躍していることを考えますと、これもしかすると霞が関もそうかもしれません。先日ですね、文科省にこの北朝鮮のスパイがいるんではないか、この真意はまだ分かりません。これが本当かどうかっていうのは、いろいろとまだ我々も確かめているわけではありませんが、そういった報道する雑誌社もありました。雑誌社ですからね、本当かどうか分からないですけど、ああいう教科書になるということで考えてみればですね、そう思われても致し方ないのかなと思うことも考えれば、まだまだ私たちの身近にこういった人たちがいる。これについてですね、早期に捜査をして、そして、今の既存の法律でも罰せれるんであれば逮捕していただいてですね、逮捕をして、そしてしっかりと彼らからいろんな証言をまた得てですね、我が国の独立尊厳を守っていき、力強いメッセージをですね、北朝鮮に出すことによって、1人でも2人でも返すべくですね、活動していく、このことも重要なんではないでしょうか。やはりそのことも考えればですね、私たちチャンネル桜北海道もですね、こういったことも契機にですね、日本国内に暗躍するこの北朝鮮関連の工作員、またはですね、関係者、協力者、これを洗い出すためにですね、これからも努力をしてまいりたいと思います。
ニュースピックアップ4つ目でございます。ですね、次は教科書の採択の話でございます。ずっとですね、6月から教科書採択、これ全国で、来年度中学校で使われる教科書ですね、歴史教科書をはじめとして各教科の教科書何が良いかということで採択の作業が始まっているところでもございます。それで札幌市においてもですね、7月の27、29日とこの採択に関した教育委員会での会議が行われたところでございます。最終的には8月7日にですね決定するわけでございますけども、私もですね一応公開をされているということでございますんで、まあ、教育委員会のこの会議に出てきたところでございます。でこの教育委員会の会議でございますが、まあ、基本的にもう選定委員各こう小委員会というのがありまして、各教科のいろんな形でですね選抜された先生やまた公募で選ばれた方も含めて、この教科書についてはいろいろと選定した結果について報告を聞いて、そして質問を受け付けて、どれがいいかというのをまあ大体2択3択ぐらいしてですね、そして8月7日に決定するという形式上はそういった流れでございました。それで、まあ、各教科私それぞれ聞いてきたんですけども、まあ、時間もありませんので、やはりこの社会科ですね、この社会科について、皆さんにお伝えしたいと思います。で、以前ですねこの番組においても、東京書籍の教科書においては、5名の方が全員同じですね、地理も公民も歴史教科書も同じ人が執筆をしていると、そして20の政令都市、そして、47の都道府県、または大学の先生も入っている中においてですね、それぞれの教育委員の参加の先生方ある中において5名もですね同じ、教育委員会の参加の先生が入っているっていうのは、これは珍しい異例なことではないかというお話もしました。まあ、この東京書籍の教科書がどのように評価されるか、ここをですね私は注目してですね見たところでございます。まあ、結果は8月7日に分かりますので、まあ、途中経過ということでありますが、2点ほどですね皆さんにその非常にこう私が注目したところをお伝えしたいと思いますが、まず第1点ですね、この地理の教科書でございます。でその前に皆さんにですねこの地理の教科書のこの調査研究項目っていうのをですね見ていただきたいんですが、まあ、共通項目としてふるさと札幌の良さを生かした豊かな創造力を育む、学習活動の推進とかっていう一貫性連続性のある教育活動の充実であるとか、まあ、こういった形で今ご覧になっていると思いますが、共通項目、そして各教科によってですね項目、ここに注意して教科書を選定していきましょうということでございます。まあ、特にですねこの一貫連続性のある教育活動の充実というのは、具体的な項目の欄に書いていますけども、まあ、小学校でもどのように教育をされていたのかと、まあ、小学校の教育と連続性のあるのが一番良いのではないか、ここもですね会議の中では非常に重視されたところでもございました。またはですね、北海道札幌の特色というものをどのように表現しているかということの、やっぱり議論もあったところでございます。で、その中において、この地理においてですね、まあ、雪国札幌を考える雪の取り扱いであるとか、未来の札幌を考えるところはどのように表現されてある、されているかとか、まあ、そういった形になっているんですが、まあ、その中において、私がですね、非常にそのこの地理でですね注目したのが、共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進っていうところがございます。で、共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進、まあ、これ地理のいわば一つのですね調査研究項目ですよ。で、札幌や北海道の地域的特色の取り扱いをどのようにしているかということなんですが、コロナ禍において例えば東京書籍ですね、アイヌ民族に関しては特設ページ、もっと地理で儀式ヨーマンテや、伝統的工芸品の板や、アット市
など文化について詳細に解説しているかどうか、こういったところが注目されてるんですね。で、東京書籍教育出版帝国書院で、日文ですね、まあ、これですね、それぞれ結果的にですね出てるんですが、全てにおいて、いわばアイヌの皆さんとどのような形で関わっているのか、こういったところがですね、地理ですよ皆さん、地理で議論されてるんですね。いや確かにですね、この地理って考えた時にやっぱ奥は深いと思いますよ。やっぱりこの北海道の地理的条件から生まれてくる様々な文化であるとか、様々な出来事も含めてあるかと思いますが、しかしあくまでも地理でありますから、だからそのこの北海道の特色としてどのような形で生まれてきたか、歴史ではないんですよってことは、この寒さに関して言うと、いかにしてこの寒冷地対策をしながらその地域の人が生活をしているかということであればいいんです。で、この寒冷地対策っていうのはどのようなものがあるのかっていうのも言及するのも地理ですから、当然その各地域においての特色性ということで考えたら、当然これはあってしかるべきだと思うんですが、札幌や北海道の地域的特色の取り扱いで、このアイヌの皆さん方に関しては、まあ確かにその名称であるとか、アイヌのその皆さんが使っていた名称、例えば何とか別、何とかないとかっていうのはアイヌ語に由来するんであるとか、まあそういった話で持ってくるところもあるわけでありますけど、どうでしょうかね。そこまで僕もそこが非常に驚いたところであります。まあ帝国書院の方はですね、大正時代のこのいわば屯田変化の由来の受けた形で、この米の部分であるとか、この北限ということで先人たちの苦労を伝えてるという部分でも伝えたり、また酪農の部分であるとか、こういうのも伝えてますというふうに、調査結果報告も出てるわけでございますけども、ここがですね、なんとなくちょっと気になるところでございました。で、次にこの歴史に関して言いますと、歴史に関して言えば、この共通項目がさっき言った一貫性連続性があるかっていうのはこれあるわけでありますが、この教科別の項目として、やはり地理と同じようにですね、共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進っていうのがあるわけであります。でさっき地理もそうですけども、で歴史ですからね、歴史ですから、これ公民だったら分かるんだけど、歴史でその共に生きるとはどういうことなのかなというふうに思いますが、ここのところをですね、やはり見ていきますと、この歴史の部分でのこのいわば、部分で特に共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進のところは、アイヌ民族の歴史や文化等の取り扱いというふうになっているわけであります。結局今のこういった、ポエからですね、皆さんにもお伝えしてきましたが、今の教育体制そのものがそういう形になってますから、当然出てくる話でありますが、ここで、例えば東京書籍について言うと、中世ではアイヌ民族の交易や和人の蝦夷地への進出などについて、また近世では松前藩による不公平な交易と衝突、釈迦院について掲載されており、アイヌ民族の歴史や文化などを理解できる内容となっているとなっているわけであります。で、もう一つあるのがですね、近代では明治政府による蝦夷地の開拓によって土地や漁場を奪われただけでなく、同化政策、私何回も言ってますけど、ずっと北海道は日本でありますから、同化政策って言ったら、近代化の波の同化政策であれば日本人全員ですよ、北海道だけじゃなくてもう日本全部ですよ。この同それにもかかわらず、あえてアイヌの方だけに特化した形で同化政策を出すんですね。同化政策によりアイヌ民族の伝統的な風習や文化が否定されたこと、アイヌの人々の生活を保護する名目で、一応そういうふうには書いてるんですけども、北海道旧土地保護法を制定したこと、
で、アイヌ民族の解放を目指すアイヌ協会、北海道アイヌ協会が結成されたことについて記載されているということになっているわけであります。で、私はですね、ここで常々前にも皆さんに報道いたしましたけど、この同化政策っていう言葉っていうのは、それこそ私は、この教科書においては全く不適切だと思っております。なぜかって言ったら、同化政策、先ほども言ったように、アイヌの皆さんも日本人ですから、日本人全員が近代化の波で、いろいろと従来の文化も捨てざるを得ない、また風習も捨てざるを得ない中において、新しく近代化の波に乗った形でどのように生活をしたか、これはみんな等しく当時日本に生きる日本人はみんな受けていることであります。そういった部分をしっかり出さないで、アイヌの皆さんだけ特化するということは、この北海道そのものは何だったのかという、それこそ誤解を生むことになるんじゃないでしょうか。しかし、これがきちんと出されているかどうかということで、調査研究結果として出ているわけであります。で、まあ、あとはですね、次、公民です。公民も共に生きる喜びを実感できる学習活動の推進というのがございます。で、ここにおいてもアイヌ民族の人権の取り扱い、また子どもの人権の取り扱いっていう部分がありまして、ひたすら人権でございます。で、この番組でもお話ししましたが、SDGs ですね、この持続可能な開発目的、これがしっかりとなされているかどうか、まあ、ここの視点でですね、考えるわけでありますけども、ただ公民として考えたときに、領土領海の部分も出ているわけでございますが、どのようにして我が国の領土領海を含めた独立と尊厳を守っていくのか、こういった視点というのは全くないわけであります。結局この人権の取り扱いをどうしているかだけが、会議の主軸となっていて、結局ですね、公民としてなった時に権利と義務をどのようにですね、バランスよく日本の発展のために国民として生きていくかという部分の主軸になっているところはありません。まあ、これですね、まだ全部決定ではないわけでございますけども、まあ、結局ですね、こういった中において今の教科書っていうのが、日本の独立と尊厳っていうものをしっかりと踏まえた形で、なってるかといったら全くなっていない。その大きな原因は何かって言ったら、今のですね、現行憲法に日本の独立と尊厳という言葉っていうのが一つもないんですよ。だから結局どの授業、何の授業をやるにしても、何を守るために私たちはこの国で生きていくのか、もちろん人権とかそういうのは大事だと思いますよ。他人とのいろんな調和というのは当然大事なことであります。しかし、日本国民として日本の何を守るためにこれから生きていくのか、こういった部分っていうのが教育の中に全くないから、結果的にこの教育を真に受けた人が、霞が関に行っても同じことを繰り返す。そして尖閣においても、そして先ほど日本人の拉致事件、北朝鮮拉致事件のお話もしました。そういった解決においても全くもって後手に回る。そして結果的に教科書ですね、先ほども日本人の拉致事件のところでも言いましたけども、結局この教科書の内容だったら、なんか文科省にスパイが入っていてもおかしくないんじゃないかって思われちゃうんじゃないですか。今のそのあるですね、雑誌社で言ってる記事の内容が正しいかどうかっていうのは、これまだわからないところも多々ありますから、それについては言いませんけど、ただこういった教科書の結果を見ると、そう思われちゃっても致しからないような感じがします。私はそっちはその意味においてですね、しっかりと検証してですね、また皆様方にいろいろとお力添えをいただきながら、日本の独立と尊厳を子どもたちに伝える、このためにはどうするのか、この視点からですね、これからもチャンネル桜北海道で伝えてまいりたいと思います。ピックアップニュース、次5番目ですかね。で、武漢肺炎の話でございます。
先日小野寺さんもちょっと1000人超えましたねっていうことで、感染者1000人超えましたねっていうことでお話あったかと思います。正しく恐れる、数字に惑わされない、これはとても重要なことでございます。この武漢肺炎についてですね、本日7月31日付のですね、各紙においても、これ同心の記事ではございますが、全国最多1305人感染ということで、報道がございました。札幌ではまだ爆発的にはなっていないわけではありますけれども、でも東京ではですね、367人というか300人超えになったということで、小池都知事もですね、もしかすると独自で緊急事態宣言をせざるを得ないんじゃないかっていうようなですね、ことも言い始めていることも考えますと、まだこれは当然わからないことですよ。だけどもやはり当然これは危機的な状況だという認識はあるんだと思います。で、コロナ禍においてですね、札幌も当然こういろいろとこう昨日においてクラスターが出たりしているわけでございまして、そういう中においてですね、市長がですね、先日の記者会見、秋元札幌市長が先日の記者会見ではですね、このクラスターの事案でですね、臨時でこの PCR 検査とかを受けていただいてとかということでありますが、感染確認をされている接待を伴う飲食店ですね、これできる限り至近距離での接触を伴う接客は控えるということで、すすきのモデルですね、何回か皆さんにご覧になっていただいたと思いますが、非常に厳しい内容でこのすすきのモデルを作って、すすきののですね、飲食店を守っていこうということでですね、観光協会をはじめとして今取り組んでいるわけでございますが、しかしながらこれですね、協会であるとかいろんな団体に入っている方が対象で、4000近く全部が対象となっているわけじゃないんですよね。で、結局マスクを着用してくださいであるとか、そういったガイドラインにはなっているわけでありますけれども、徹底してですね、感染症対策をした中で、すすきので営業してくださいという話ではございますが、しかしながら業種業態によってはどうしてもですね、相接するような、接客業以外のもうちょっと接触がですねしている、いわば業種もあることを考えると、今後ですね非常に不安な要素があるわけでございます。その中において先日菅官房長官はじめとして政府の方もですね、この店名の公表っていうのも場合によっては踏み込んでいかなければならないのではないか、お店の公表ですね、これも発言としてあるわけであります。これですね、難しいのは当然このお店の公表をする中においていろいろとそれに対する弊害というのも懸念されるということを考えますと、これをするべきでない、いやするべきだというこう意見はですね非常に分かれるところでもございます。私としては逆にお店の公表をするという前提であることがですね、お店について言うと感染対策をしっかりともっと厳密に厳しくやるという意味においてはいいんではないかというふうに思っているわけでありますが、そこは議論が分かれているわけでありますが、先日その秋元札幌市長が、記者会見の中で答えた中で言いますと、この店名の公表についてはどのように考えておりますかということで、政府がですね、7月28日付で店名公表について、感染者と接触した可能性のある方を掌握するために同意がなくても店名を公表するという通知が来てますということでお話がございました。ですからもう各自治体にもこういったですね通知が来ているわけでございます。で、実際そしたらその通りに店名を公表するかどうかっていうのは秋元市長がお話ししているのは大変悩ましいところで、個々の事象においてですね、ある意味では十分対策をしているけども結果としてクラスターになってしまったであるとか、そういった各事案を見ながら考えますというお話でございました。
だからまあ感染対策が十分取られていないお店であれば公表するということもあり得るということで、初めてですね、同意がなくても公表していくことの検討というのもその事案によってはしていきますよというお話にもなっているわけでございます。まあ、これからですね、8月夏にやはり感染が拡大すると、まあ、これが重症化しているか軽症化しているかは別としても、確かにですね、そしたらこのままで冬はどうなるんだろうか、ワクチンがしっかりとまだ確立されていない中において、冬はどうなるんだろうか、やっぱりそこが不安の一番のところなんじゃないかなと思っているわけであります。で、7月30日付の日本経済新聞のですね、これ一面にも出てましたが、とうとうこの外食1000店舗超えが閉鎖になっているという報道がございました。これは国内の上場企業の主要100社の閉店計画ですね、これを調べたところであるわけですから、中小の、まあ、例えば個人自営の部分を含めますと、もうこの何倍もあるんではないでしょうか。ですから29日時点で1000店舗を超えたということで考えますと、大きなところだけでですね、このその飲食店に対するこの経済的なダメージっていうのは、これはですね、深刻であります。で、当然ですね、そこにまつわるいろんな納入している業者でありますとか、そのお店だけじゃなくて従業員もはじめとしてですね、この経済的な危機っていうのが起きてくることを考えると、この緊急事態宣言をまた出すっていうのは非常にこれはですね、判断に迷うところでもございます。で、もうこの世界的な経済 V 字回復はもう困難であるということで、まあ、これですね、各紙出ておりましたね。まあ、日本経済新聞の例で言いますと、まあ、アメリカの GDP も 32.9% 減だと、4月から6月の部分ですね。まあ、こういったことで考えると世界的に今非常に厳しい経済状況の中において、それではそしたらこの武漢肺炎にかかった人たちですね、軽症とか重症も含めてどういった形で考えていくのかっていう今方向に行くんではないでしょうか。例えば、死亡者の数においては、極端には多くなっているわけではございません。亡くなった方は多くなってないわけではありますが、しかし PCR 検査をより多くの方がすることによって当然数字が増えていくという意味においては、この数字だけが問題ではないことももちろんなことでありますが、しかしながらこの不安を持ってしまった人たちに対してどのような形で説得をするのか、こういったことも考えなければいけないことでありますから、まあ、これはですね、まあ、各自治体の長または当然内閣総理大臣をはじめとした政府の関係者も悩ましいところでございます。しかしこの経済というものをですね、このままダメにしてしまうと結局どうなるかと言いますすれば、まあ、秋ですね、この生産状況が少なくなってしまうと、どんなに例えば、国債を発行して今度は、まあ、ある意味円を発行しているようなもんですよね、お金を配っても物が少なくなってしまうと、これはですね、大変なことになります。まあ、今年中にハイパーインフレになるとは思えないですけども、すでに私の支援している中においても中国の生産のものがですね、まあ、部品とかそれが来ないからもうこの製品の生産をやめますであるとか、もうこの業態については撤退しますであるとか、まあ、輸入できないことによっての生産ができないということでの経済的なダメージっていうのも飲食店だけに限らずあることを考えますすれば、まあ、非常にですね、悩ましいところでございます。まあ、正しく恐れるっていうことをですね、これからやっぱり政府としてももっとしっかりとですね、この方面の告知をしていくことが重要なんじゃないかなと思っております。当然マスコミは、この数字っていうのが多くなればなるほどセンセーショナルに伝えるわけでありますけども、しかし、亡くなった方の数とのこの兼ね合いからですね、これを全てですね、センセーショナルに受け止めることが大事なのかどうなのか、
このことも考えなければなりません。これからですね、この武漢肺炎について、来年もですね、オリンピックっていうのも控えていることを考えますと、このオリンピックのを中止ということもですね、なかなかですね言えない、またはもう皆さん多分ご覧になっている方はこれもできないんじゃないかなっていうふうに思ってるんじゃないですかね。でもこれ良きも悪くも、これを中心に経済を作り上げてきたものが崩れてしまえば、これをどのようにしたも変わるものをですね、皆様方に提示しながらですねやっていくのか、これもですねなかなか難しいところであります。ですので今できることとは、私は消費税を減税していく、またはもう廃止といいますか、もうゼロにしていく、このことも重要だと思いますが、それと同時にやはりですね、これから経済的な手立てを政府がするときには、もっと生産ができるような体制も作っていく、こちらの方にもですねシフトした形で全力を挙げてですねやっていかなければ、結果的にお金を配ってものがないという状況になってしまったらとんでもないことになりますので、これを早くやっていくということは大事なんじゃないかなと思っております。これからもですねこの武漢肺炎につきまして、皆さんと一緒にですね乗り切っていくために考えてまいりたいと思っているところでございます。以上ですね、全部終わりました。今日は5個ということで数多くお伝えしたところでございますけれども、これからも日本の独立尊厳のためにですね、私頑張ってまいりたいと思っているところでございます。それではお知らせがございますので皆様方にお伝えいたします。まず一つ目はですね、国盛州北海道街頭演説のお知らせでございます。8月1日土曜日2時から4時までですね、紀伊国屋書店前で、休眠休国、消費税 0%、 財政出動100兆円ということで、本間アナウンサーを中心にですね、国盛州の方がですね街頭演説を行いますので、ぜひともお越しいただければと思います。あとはですね、従軍慰安問題を再検証する私立パネル展でございます。これは主催は慰安婦問題パネル展実行委員会でございまして、共催で捏造日本軍慰安婦問題の解決を目指す北海道の会が行います従軍慰安問題を再検証するというパネル展の開催でございます。このパネル展はですね地下歩行空間で行います。ちょうどこの E の2と3ということでございますので、地下歩3番出入り口付近でこのパネル展を行いますので、どうかですねお越しいただきたいと思います。8月7日から8日2日間10時から5時半まで行います。公演に日本会議北海道本部さんがですねなっているところでございまして、あともう一つですね、撤去などですねお手伝いいただける方はですね、もしよければ設営9時半撤去5時半に会場にお越しいただければ幸いでございます。このパネル展もですね、35回目ということでございます。この従軍慰安婦についてもですね、いろいろと検証することによって、これがもういろいろと捏造されていることが明らかとなったわけでございます。こういった地道な活動を通じまして、本当の実態というものをですね、多くの方に知らせてまいりたいと思っているところでございます。以上ですね、お知らせも含めまして全部終了したところでございます。非常に暑い日々が続きますけども、どうかですねご自愛いただきまして乗り切っていきたいと思いますし、皆さんもどうか乗り切っていただければと思います。そして来週も元気にですね各キャスターですね頑張ってまいりますので、どうかですね来週もお楽しみにいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。